皆さんこんばんは。こんばんは。今週も笠谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。笠谷さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。例のごとくプレミアリーグブラボーは日本撮りの2本目ということで、今日はですね4月の2日に収録をしていますので、はい、皆さんじゃあちょっとタイムラグがあることをご了承いただきたいというふうに思います。少し前に監督のね大移動みたいなお話もさせていただきまして、はい、結構こうチーム監督も動く、うん、この冬選手も動かなかったので夏は選手が動くんじゃないかというふうに言われてるんですが、まず動かす シャビアロンソンの残留を私は当てましたから、ね、ああそうでしたね。やっぱさすがでございます、うん、はい、残留ということで本人表明しましたから、はいはい、これで、リバプール行きはなくなったと。まあリバプール行きだってリバプールサイドっていうか、はい、リバプール版の記者のある程度捏造というか希望でしょ。希望は検討はしたみたいですけど、はい、オフは一切出してないみたいですよね。シャビアロンソが違うということになりましたから、うん、はい、ってなると、スポルティングのルベアオーム、うん、また、ブライトンのデゼルビー、うん、このあたりが候補に上がっていますけれども、うん、スポルティングで、ね、集中させてくれというふうにエルベアモリも言いましたし、クロップがもう9年前やった時は野心満々の、はい、あの監督で成功しているので、うん、はい、そういう意味ではもう今までなんかビッグクラブで実績がある監督よりはアモリムみたいなタイプの方が面白いかなと思います。はい、そこでおそらくリバプールの OP たちがプレミアリーグで監督経験がないとか、うん、要するに、ビッグネームではないみたいなことをまた言うと思うけど、はい、まあ、クロップだったそうだったでしょってことを思い出すと、まあ、言った人に言わせておいて、はい、まあ、若手の野心家を連れてきた方が面白いかなって気がしますけどね。まあ、一時代を築いた監督でいうと、うん、クロップがそうだったですし、うん、モーリーニョも、うん、まずチェルシーに来た時はまさにポルト、うん、まあ、もちろんチャンピオンズリーグ取ったっていうのはありますけど、うん、はいはい、でクロップもチャンピオンズリーグ決勝までっていうのはありましたが、とはいえ違うリーグでしたし、うん、新進気鋭的なところだったんで、うん、リベアモリも面白いのかなっていうところありますよね。それで選手の意見に近い人ね、はい、クロップさんなんかもそうでしょ、うん、それで若くて野心はあったんだけど、うん、ヴィラスボアス、はい、ヴィラスボアスは選手に対して一切のリスペクトがなかったって、はい、ドルグマが言ってましたから、うん、そういうタイプはダメなんだよね。そうなんでしょうね。まあ、今名前挙げた2人、メアモリム、うん、デゼルビは大人気銘柄でございまして、うん、今日お話をするチームもその2人を狙っているというふうに言われております。そうなの？余計なことして。いや取れるかどうかわからないですよ、うん、そこはね、うん、ということですけど、今回はですねチェルシーについてお話をしたいというふうに思います。はい、題しましてチェルシー整える選手層でございます。はいはい、どう整理をしていくかと、はい、いうことでございます。1年前もやりましたね。やりましたね。まあ、毎年それチームです。はいはい、だいぶ夏動きましたけれども、はい、またこの夏も動きたいようですが、はい、いろんな制約があります。来年もやりますか。まあそういう感じになるでしょうけれども、はい、ちなみに現状、まあ、我々が4月2日に収録をしているんですけど、うん、直近の、ゲームは、うん、バンリーとのゲーム、ね、はい、バンリーは1人少なくなったにもかかわらず、うん、チェルシーが2度追いつかれました。はい、はい、結局引き分けという、まあ要するにこうあれですよね、こうリードしても試合コントロール、うん、リードして試合コントロールしているはずなのに、はい、うん、それで1点差に追いつかれたり、うん、あるいは同点になったりすると、はい、まあたちまちパニックになってしまって、原稿でも書きましたし、うん、はい、ポチェッティーノ監督も何でも口酸っぱくして、ね、こういうところがあるっておっしゃってましたけど、うん、はい、治らないですね。そうなんですね。うん、OB のルブーフ、うん、フランス人プレーヤーですけれども、はいはい、まあ、役員会の連中がこのクラブを破壊したと、うん、まあ、これはおそらくサポーターもみんな思っていることなのかなと思いますけど、その現実を直視しなければいけないと、うん、どうやって再建するのかわからない、うん、長い時間かかるだろうと、うん、はいはい、もう今のちょっと選手たちを見ているとスタミナもナイフに見えてしまうし、うんうん、まあ心も、まあ、気持ちもっていうんですかね、あとその考える坂脳というか、うん、そこもないというふうに見えてしまうと、まあ、彼らどうすればいいのか分かってないんじゃないかと、うん、ちょっと迷いながらプレーしてるんじゃないかということで、うん、どうも、まあ、大体チェルシーが監督が変わるとき必ずこのパターンなんですけど、はいはい、大体まずメディアに選手が監督を変えてほしいと上層部に直訴したっていうのが、モーリーニョの二次政権の時とか、うん、はいはい、コンテの時もそうでした。やっぱこういう記事が出るとですね、はい、大概、まあ、それが本当かどうかわからないですけど、うん、まあ、それはある意味暗示してるわけですね、はいはい、チームの状況とか、うんうんうん、今回もまた出ました、うん、はい、はい、選手がオーナーにポジェッティの監督交代を直訴と報道したという報道がありまして、まあ、こうなってくるとちょっと厳しくなってきますね。まあ、よくある
ことですけどね、うんうん、まあそれがどの程度本当かわからないですけど、うんうん、まあこれだけ調子が悪いとポチェッティーノを支持する選手と支持しない選手で分かれてることは間違いないでしょうね。うん、そうですね。でそうなると その支持派不支持派で、うん、意見が合わないわけだから、はい、そこでちょっと意見の相違を見ないので、うん、でチーム分裂なんていう、うん、まあ分裂まではないけどチーム内ロッカーが激しゃくしても不思議ではないというふうな推測にはねつながるんですよね。うんうん、今までスパーズでポチェッティーノ、うん、もちろんサウサンプトンで、はいはい、その前エスパニョールでもしっかりと、ねうん、パリ・サンジェルマンもそうですけど、うん、結果出してきました、はいはい、どうなんですか近代サッカーになるにつれて、うん、そのやっぱり監督いろんな監督に、の下でプレーするじゃないですか、はいはいはい、で例えば前回はトゥフェルだったんですね、はいはい、で細かくすごく指示をするタイプの監督の下でプレーをしている、うんはいはい、どちらかというとポチェッティーノは守備の構築に関しては長けている方だけど、はいはい、攻撃に関して形というのを持っているのかどうかっていうのは現地でも結構言われてますし、うん、日本でもね解説林さんとかよく指摘をされてますが、うんはいはい、選手たちはそこのところでこの監督大丈夫なのかと思ってしまっているのかそれ以外のところの、まあ、メンタル的な何て言うんですかねこうチームの輪としてのマネージメントのところがうまくいってないのか、うんうん、これどっちなのかっていうところはあると思うんですけど、まあ、トゥヘルもやポチェッティーノもやってたらもういなくなっちゃうけどね、はい、まあそれで、ね、まあうんそういうふうになると、うん、ポチェッティーノ云々観音、うん、トゥーヘル云々観音じゃなくて、うんうん、選手の甘えだとも思いますし、うんうん、あとはそのこの今チームを作る間に、うんまあ、これドルーバーよく言ってますけど、うん、要するにベテランがいない、うんはい、チアゴ・シルバ以外ねそのチーム作りにも問題あるしそのチームを作るにあたって、うん、ポチェッティーノは何の権限もないんで、うん、トッドベリーとか、うんまあ、クレイグ・キャプテンだっけなんだっけあそこのオーナーグループ忘れちゃった。まあ、トッドベイリーのところです、はいはいまあ、あそこに、うん、問題があるんじゃないですか、うん、やっぱりチーム作りとしてちょっと間違ってますよ、うん、そうですね、ただもうやっちゃったので、うん、もう後戻りができないような状況になっておりましていや後戻りしなきゃいけないのよでもこれ真剣にそうなんですね、うん、ただ後戻りというか、うん、まあだってもう元には戻れないので、うん、今いる選手たちをじゃあどうするかっていうところの中で、まあ、加瀬さんねちょっと先ほどちょっとお話ししたんですけど、ね、タイムズに、はい記事が出てましたね、はいはいまあ、リース・ジェームズ、はい、それからコナー・ギャラが、うん、この2人を放出するのではないかということですよね、はいはい、今タイムズなんですよ皆さん、そうなんですね、うん、問題が、はい、タブロイド紙じゃないので、うん、何か重要な証拠をつかまない限りはそういうこと書かないですから、うんはいまあ、何らかの具体的な動きがあったんだろうなということは、はいまあ、ギャラガーに関しては随分ね、うん、この1月も、はい、トッテナム・ホスパーが取るんじゃないかって話出てましたけど、うんまあ、リース・ジェームズは、まあ、いい選手であることは間違いないんですけど怪我が多いっていうところの判断を上層部がしたのかもしれないですね。今シーズンもすでにエバートン、うんまあ、一旦勝ち点10剥奪が6になりましたけど、うんうんうん、まだ今後もあるかもしれない、うんうんまあ、プラスであるかもしれない、はいはいうん、ノッティンガム・フォレストが今マイナス4になっている、はいうん、今チェルシーも今精査中、うんまたマンチェスターシティもそう、はいうん、で今後他のチームも、これに引っかからないように、はいまあ、収益性と持続可能性の規則、はいはい、この定職をみんなどこも恐れてまして、はい、チェルシーは加瀬さんもかなりの額今この整理しないと100億円以上なのかな。そうです6月マイナスになってるんですよね、はい、6月30日までに、はい1億ポンド183億円ぐらい、はい、必要なんじゃないかと言われてますよね、はい、これプラスで収支を出さなきゃいけないそうですね、はい、でプラスで収支を出すためにはもともとのその原価がゼロな選手、はい、つまりホームグローンの選手は原価がゼロ、はいはいはい、だから彼らを売ったらそのまま全部、まあ、その収益につながるので、そうですね、はい、それ解消できるんじゃないかっていうのでこういう話題が出てるんですが、今買ったばっかりの選手たちなんで、うん、負債も多いじゃないですか、はいはい、それたちを売ったところで、うん、その負債の解消にならないんですよね。そうですね、はい、だから市場価格踏まえると、うん、リース・ジェームズとコナー・ギャラガーで、まあ、160億ぐらいになるんですが、うん、億円ねぐらいになるんですけど、はい、まだね183億に足りないので、うん、まあ噂されているそのあれですよ、財務規定に違反してるとするならばの話ですよ、うんうん、もう何人かやっぱり出さなきゃまずいぞってことになってるみたいなんですよね。そうなんですよね。となるともうこう後戻りというより新たな形にどう持っていく、うん、この選手たちを残して今までじゃあ取った選手をもう相当数売らなきゃいけないのか、うんねはい、逆にこの選手たちを売ることによって収益を確保して、うんはい、じゃあ足りない、うん例えばフォワードとか で、ね、言われている選手を獲得することにいくのか、うんはいはい、こう決めなければいけない、うん、ただサポーターはジェームズ・ギャラガーを売るなんてなんてことだと多分思ってるの人がほとんどであると、うん、
という状況ですね。あったんでしょ。はい、うんうん、でもそうなっちゃうと現実を見ると、うん、お金借りてるから返さなきゃいけないっていうのと、ね、うん、論理化と自己破産できないわけですから、うんうん、ということは勝ち点剥奪とか、はい、そのなんていうんですか、降格とかっていうことになっちゃうわけじゃないですか、うん、まあ、それを選ぶか、うん、それかもうちゃんと返すかみたいなお話になってきちゃうじゃないですか、うん、ってなったらもう売るしかないのかみたいなことになりますよね。まあそうね、勝ち点剥奪ってのが普通の、うん、あ、普通っていうか、まあ、現行のルールでは致し方ないところなんでしょうけど、うん、はい、それでさ一番悲しむのがサポーターだよね、うん、そうですね。なんで何の罪のないサポーターがそんな悲しみや目に遭わなきゃいけないんだってことになるし、うん、財務規定違反に触れてるのはあの前のものはまた気になってちゃった、はい、アブラモビッチ、はい、アブラモビッチによるものだから、うん、それをなぜ現体制が合わなきゃいけないんだっていうようなところも、うん、それまたまたこれまたサポーターにすれば、うん、ちょっと不平不満が固まるので、うん、高まるので、うん、ここは難しいけどな、ね、どうなんですかね、うん、それで恩恵を受けてきたものもサポーターは確かなので、まあね、うん、まあ、それも全て被らなきゃいけないのかなとは僕は思いますけれども、うんうん、あ、そっち派、はい、そうなんだ。そうですね、マンチェスターシティももしそうだとしたらその、ね、やっぱり恩恵受けてたじゃあ俺らもやっとけばよかったんじゃんって話になるじゃないですか他のチーム。まあね、うん、まあそっち派だな。なるほど、うん、まあそれはもう言われてもう そうですよね、仕方ないなっていうになっちゃいますよね、うんうん、俺こういう時はオーナーが何か受けるとか、うんうん、もっと重い罰をね、うん、でももう今更アブラモビッチに貸せないのか、チェルシーの場合は貸せないですね、うん、あとそれが OK になっちゃうと今後それをやるうまく利用しようとする人が出てきちゃうんですよね。 そ, そ, そうだね、うんうん、どういうペナルティが課されるかわからないですけど、うんうんうん、ですね。まあ、でもそれいろいろありますけれども純粋、加瀬さん今日は純粋に、うん、そのプレー面で誰を残すかっていうようなお話の方でいいってことですか。そうです ね、 そっちの方がこれお金のことになってきたらね、じゃあギャラガーを放出みたいなことになっちゃいます、ね、はいはい、なっちゃいますから、はい、そうですね、うんうん、なので今回はですね、現在の選手層からあくまで選手層から考える確保すべき、うん、放出すべき、要検討すべき選手を、まあ、振り分けていく。そうですね、あくまで、はい、フットボール、サッカーその、の観点からと、はい、いうことですね。だユナイテッドで言うと、ラトクリフ教が来て、はい、改革をしようとしている観点から見る方向からの問題っていうふうに考えればいいですよね。それは、はい、私 YouTube であるところでやってますけど、はい、はい、あれこれはチェルシーからそういう、はい、チェルシーではそういう目線でっていう、ね、あれはちょっとあの私の感情もかなり入ってますけど、はい、今日はあくまでフラットで、今日何の感情もない。フラットにこの選手がいるいらない、はい、チームとしてどうかっていうことを純粋に考えていこうという、はいはい、そうです、そういう機会でよろしいですね、はい、そうです、はい、それであのローンで、はい、他のチームに出てる選手も何人か入ってます。はい、なるほど、はい、そうですね、その戻るっていうことの上でっていうことですよね、はい、ローンバックしてどうなるかっていうことですね、はい、なのでここにですね、もうホワイトボードがありまして絶対確保放出要検討ですけど、はい、ここにこう名前をっていうか書き込んでいきます。はい、はい、まずでゴールキーパーから挙げていただきましょうか、はい、はい、確保確保はですね、はい、ありますか、はい、確保はですね、はい、待ってくださいね、ゴールキーパーの中ではペトロビッチ、ペトロビッチ、はい、はい、ペトロビッチいきましょうか、はい、ベティネンディ、はい、が、キープです、キープ、それで、はい、はい、次は放出ですか、放出、はい、放出はサンチェス、サンチェス、はい、サンチェスここにいますか、はい、放出、はい、ケッパ、ケッパも、はい、はい、あと若手とかちょっとどうしますか、スロニナとか、はい、それからバレソレムは、はい、検討というかローンでいいと思います、ローンでなんで、はい、まあ、要検討、はい、ローンも考えるということが、はい、これ要検討ということですね、はい、まあ、チームには残すけれども、はい、今後はちょっと時期を見ようという、はい、そういうことですね、ということですね、はい、はい、はい、という感じですかね、はい、はい、次はディフェンスですね、ディフェンスいきましょう、はい、はい、キープからだよね、まあ、キープからいきましょうか、はい、はい、リサシ、リサシ、はい、はい、バディアシル、それから、チルウェル、チルウェル、はい、ジェームズ、ジェームズ、はい、コルウィル、コルウィル、はい、ギュスト、ギュスト、はい、結構ディフェンスは残しますね、はい、まあそうですね、人数的にそうですよね、はいはい、で、はい、放出が、放出は、はい、ククレジャー、ククレジャー、はい、はい、チャロバー、チャロバー、はい、ウェズレイ・ホファナ、あ、ウェズレイ・ホファナ、サール、サール、そして残り、ギルクリスト、はい、が、あ、要検討ですか、あ、要検討、はい、はい、マートセン、あ、マートセンはどうしたっけ、マートセンは放出、放出ですね、はい、マートセン、はい、こんなもん、
だね。あとはそうですね、ディフェンス。あ、そうか、チアゴシーバーか。あ、そうですね、チアゴシーバー。チアゴシーバーは、はい、あの、陽剣。陽剣と、はい。はい。はい。次が中盤ですね。はい。エンソ。はい。これは絶対確保ですね。確保ですね。はい。チクエマカ。あ、チクエマカも確保。確保、はい。パーマー。パーマー、はい。ギャラガー。ギャラガー、はい。いい選手ばっかじゃん。ですね。カイセド。カイセド、はい。ラビア。ラビア。ラビアも、はい、確保ですね。確保です。はい。で、ウゴチク放出。放出、はい。放出。ツイエクも放出。それとあとカサディとアンドレイ・サントスを要件と、ローンを含めた要件と。はい。フォワードが、はい、キープがムドリク。ムドリク、はい。それから、マドエケ。マドエケ。ジャクソン。ジャクソン。はい。エンクンク。エンクンク、はい。キープ。はい。放出。放出、はい。スターリング。スターリング、はい。ルカク。ルカク、はい。ブロヤ。ブロヤ、はい。ダトとホファナとディエゴ・マレイラ。はい。それからワシントンといったところが、はい、ローン要検討ですね。はい、はいはい、こんな感じですか。そうですね。はい、はい、ですね、はい、なるほど。これが勝谷さん考える、はい、で、はい、あのトランスファーマーケットってあるじゃないですか、はいはい、あそこの市場価格を参考にするんだったら、はい、この放出だけで、はい、2億9300万ユーロだからおよそ390億円になるんですよ。あ、日本円にしてくれたら390億円。390億、はい、こんなに売れないと思いますよ、はい、でもね、はい、でもそのぐらいにはなるよってことです、はい、一応、はいはい、とりあえずそんな感じなのかなと、はい、でゴールキーパー、まあ、サンチェスかケーパーは取っとけみたいな感じになると思うんですけど、はい、まあ、ケーパーはおそらく戻る気ないじゃないですか。ですね、うん、はい、サンチェスを一番手にしておくのが一番いいような気もするんですけれど、はい、うん、やっぱりサンチェス、はい、チェルシーというビッグネームの第一ではないと思うので、うん、はい、ペトロビッチ、ベッティネリを控えにしておいて誰かこの390億の中で誰が取ればいいかなという発想。サンチェス、まあ、今怪我になってもらいましたけど、うん、ちょっと前戻ってきても、うん、ペトロビッチが結局第一ゴールキーパー、うん、はい、でサンチェスがカプセンでセカンドっていう風な感じの立ち位置になったのこれ逆転したんですよ ね完全に、うん、はい、なんで、まあ、ペトロビッチが5つ彼の、まあ、上回るようなゴールキーパーが、はい、うん、かそれか彼と、完全に争う、そうですね、はい、同等以上の人が欲しいのかなっていうのはあると思うんで、うん、整理はしなきゃいけないですもんね、はい、だから先々週から、はい、もっと前からやってありましたけど、はい、野村君、ラムズ、はい、ラム君、俺がフレッケンで、はい、ラム君は誰だっけ、ゴールキーパー誰だ、あ、僕はあれです、マキシミリアの、エミリアのマルティネス、エミリアのマルティネス、うん、はい、だからそういうところを取った方がいいのかなっていう発想ですね、はいはいはい、ちょっとなんだろ う、ね、プレミアリーグでやるのはちょっときついのかなって思いつつ、はい、ですね、それで復帰してからいいんですけど、うん、はい、やっぱり他の残した選手に比べるとちょっと残念ながら、うん、はい、まあ怪我が多い、うんうん、ちょっと、うん、なんだろう、鳴かず飛ばずが過ぎるっていうところの感じですね、はい、ディフェンスに関して、マート戦もね、うん、残したような感じもするんですけど、うん、ディフェンスね、いるんですよ、やっぱり、そうですね、うん、だから、やっぱりどっか出しといた方が、それで換金した方がいいかなっていう発想ですね、うんうん、ですね、はい、でチェルシーで今シーズンディフェンスというよりはもう前で起用されましたから、そして結局今ドルトムント行きましたけれども、うん、買い取りオプションあるのかな、なんか楽しそうにやってますよね、彼は確かに放出していいのかなと、うん、その中で言うと、うん、僕ですね、ここラビアがやっぱ、うん、もうこれ今シーズン32分出場で絶望なんですよ、はいはい、うん、ちょっと怪我なんでもこれただどう判断するかと思うんですけど、うん、彼をラビアをこう、うん、今お金にしようとすると怪我もあるから高くないと考えて、うん、あと彼が復活するってことを考えて絶対確保か、うん、ただこの感じの怪我だとちょっと安定して使えないんじゃないかなって考えると、もうここで給与も、ね、あれだけ競合、うん、リバプールと競合してきてもらったとか給与結構高く設定してると思うんですよ、それなりに。したらもう放出しちゃうのもありなのかって、逆にククレジャがここに来て結構、まあ、代表復帰もしましたし、はい、あの彼右も今シーズンやってくれてるし、うん、はいはい、
まあ、多いんですよ怪我人がとにかくチェルシーのディフェンスラインは、うんうん、でいろんなところ右もできる左もできる場合によってはセンターバックもやってくれるっていう、うん、その使い勝手の良さというか、うん、それに彼が甘んじるかどうかなんですけど、それでも大丈夫な性格だったら、うん、残しても、まあ、絶対過去じゃないですけど要検討でちょっと残す方向でもいいのかなと思ったりはするんですよね、うんうん、1年で見切るのはちょっと早すぎるかなって、はい、不調というわけじゃなくて、うん、そうなると残しておいたと仮定して、はい、エンソ、カイセド、ラビアがいると、はい、これは中盤は相当ローテーションの人にもいいのかなっていう感じで、ちょっとまだもったいないなって感じがしたんですよね、はい、ただチクエメカイって、まあ、ギャラガーもいるんでちょっと人、うん、あ、まあでもねそのくらい本当は痛いんですよね、うん、誰か多分これ309条件じゃないですか、うん、で先ほどの加瀬さん の, あの、ね、記事、うん、タイムズのとかです、うん、はいはい、あのまあ他のところに記事さんによると、はい、これ190億円ぐらいは、うん、が負債ということで使えないわけじゃないですか、はいはいはい、ってことは309条件売っても200億円ってことになりますよね、うんうんうん、はい、でおそらくフォワードが欲しいわけじゃないですか、うん、チェルシーが、それが名前上がってる選手がゲレシュだったりとか、うん、あるいはトニーだったりとか、はいはい、多分100何兆も下手したらこれ一気に一人で行っちゃうかもしれない額 で,、うんね、でゴールキーパーも取りたい、うん、で整理するとそれなりにやっぱり、うん、あの人員は確保しておかないといけないんで、うん、ある程度選手を取らなきゃいけない、うん、まあ、ローンバックで全部戻すっていう手ありますけど、うん、ちょっと現実的ではないって考えると、うん、お金足りないんですよやっぱり、そうですね、はい、ってなるとやっぱり現実でね、加瀬さん今回はあの、うん、選手の能力でなんですけど、現実問題やっぱりリース・ジェームズとか、うん、ギャラガーとか、うん、ってなってきちゃうんでしょうね。だから計算するとやっぱり足りないですもんね、うん、結構加瀬さんこれやばい状況なんですよやっぱりチェルシーは、うん、皆さんあのやっぱりお金を計算するとやばいんですよ本当に、これよね、これがちょっとが、はい、そうなんです。でも絶対普通はありえないですよ、うん、これ売るなんてありえないですから、うん、普通は、はい、うん、これ売らないよな。でもまあそう、でも本当にこれ選んだんじゃないですか、うん、このさ、ジェームズ、コルビル、ギャラガーの中で2人いらなきゃいけないって考えた時に、うん、ジェームズは怪我です、怪我勝ち、うん、はいはい、だからまあ、うん、キャプテンだけど、うん、そういうことを考えると、はい、そのちょっと優先順位が下がるのか、うん、はいはいはい、でギャラガーはいるんです他、うん、まあ、僕はいないと思うんですよ、ギャラガーみたいな選手って中盤に他にタイプとしてないから、いてほしいし、イングランド代表でも今後ライスの横をやる上で、うん、ベリンガも前で使うとなったら、うん、メインヌーかギャラガーかがやっぱり合うと思うんで、うん、まあ、本大会はヘンダーソンだろうけどね、今回はね、まあそうですね、ヘンダーソンよりも多分ギャラガーとかがいるのがいいんじゃないかって僕は個人的には思います。いや俺も思うけど、はい、まあ、サンソゲットはヘンダーソン、でも今後のことを考えると、ね、イングランドの中心を担う選手はやっぱ取っといた方が、うん、多分本当はいいんですけど、うん、コルウィルの方がやっぱりあの左利きのセンターバックっていう希少価値で考えると、チームに残しておいたら、うん、どの監督もきっと残してほしいって言うんだろうな、はいはいはい、うん、でこの3人のうちの2者戦、まあ、3分の2でだとジェームズとギャラがなっちゃってるんだろうなっていう記事なのかなっていう気がするんですよ、ね、うん、まあね、はい、いやですよ、ダメですよ、これが一番高いの市場高いんじゃないですか、これが一番高いと思います、だ逆に言ったらコルビル売っちゃうとそれなりの多分儲けは若いですし、うん、コルビル悪くないよね、うん、そうなんですよね、うん、取れないかな、あ、今日そういう企画じゃない、はい、そうでもこう、ま、なっていくと加瀬さん先ほど来心配されている、うん、じゃあこの今絶対加工の選手の中で、うん、じゃあ誰が中心を担うかっていうと、うん、この2人なわけですよ、はいはい、そうですよ、キャプテン、はい、副キャプテンです、チルエルもそうね、チルエルもそうです、うん、でこう、チアゴシューバが、うん、まあ、要検討ですけど、まあ、ブラジルに帰るんじゃないか、ね、フィミネンセにフルスに復帰じゃないかって言われてまして、うん、おそらく今後のことをチェルシー考えると、チアゴシューバいると起用することになるじゃないですか、うん、彼がずっとベンチっていうわけには多分いかないってなると、うん、はいはいはい、どうもやっぱり世代交代を考えると、うん、チアゴシューバ一旦放出しちゃった方がいいんじゃないかっていう声もあったりもするので、うんうん、そうすると本当になんて支える選手がいないんですよね、だから要するにあれでしょ、こうこのぐらいの選手 取りたいんですよ多分ね、1人か2人ね、取った方がいいんですよ、うん、まあ、そのバランスで考えるとそうなんですけど、はいはい、多分よくあの知ってる修羅場のくぐり方知ってる選手をね、はい、ね、本当は取った方がいいんですけど、うん、
取る気ないんでしょ。ないです、うん、はい、だからそもそも出しちゃダメだったんですよ、ね、何人かもっと、うんうん、はい、だから出しもう急激に変えすぎちゃったんですよね。考え直さないのその辺はオーナーさんたちは。でもあれじゃないですか、考え直せる時期をもう通り越しちゃったじゃないですか、みんな買っちゃったんでな、あのみんな8年契約とかしてるから、あのかんそう簡単に売れないじゃないですか。じゃあ逆算して、はい、もうすぐ切れる選手を売っていく、うん、でもそうすると儲けが少ないっていうのも、もうダメじゃん。そうなんですよ、だからもうそうなんですよ、だから言ってみればオーナーたちがかなりぶっ壊してしまったと言っても過言ではないのではないかと。もうダメだ結構きついんですよ、ね、だからね、でもこうなるとですね、うん、もうあの例えばですけど、そのまあ、どうしてもビッグクラブっていう思いがあるので、チャンピオンズリーグを優勝とかっていうとかプレミアリーグ優勝って考えますけど、うん、若手でやりくりをしてくれる、言ってみれば中堅クラブとかでうまくこう戦術でなんとかしてくれる監督を連れてくるしかないと思うんですよ。なるほど、うん、だそれが多分ポチェッティーノはそのタイプではないと思うんですよね。まあそうだね、うん、ってなった時にやっぱルベン・アモリムとか、うん、デゼルビとかの名前が上がってるのは理にかなってるのかなっていう、ちょっと時間はかかるかもしれないけど、新たなフットボールをしっかりと確立をして若手でしっかりとまあやってくれる、あのそれに忠実とまではいかなくてもしっかりとその戦術戦略を理解して遂行してくれる若いよく走れる選手たちっていうところの方向性でいくと、ここも大事なんですけど、多分監督人事が一番大事なんじゃないかなっていう気がするんですよ。まあまあね、それ言ったらもう終わっちゃうんだけどさ企画の全部吹っ飛んじゃうんだけどでも監督が誰を残すかですね、それもあると思うんですよ、うん、でもこれを今フットボールダイレクター主導じゃないですか、うん、それでやっぱりいいのか、うん、それかもう水面下で動いてある程度目処がついた監督のその意に沿うような選手を残していく方向でいくのか、それによってもここがだいぶ変わってくるのかなっていう、いやそれはそうですよ、うん、そういう比較じゃないじゃんないそれ言いたいのこれ、ね、何のためにこれ選んだってことなんですよね。まあだから、はい、いずれにせよちょっと、今シーズンのパフォーマンス、はい、それから抱えている負債とか踏まえると、はい、ちょっと厳しい、ね、時代に直面しちゃってるのかなっていう気はしますけどね、うん、どうですかこれ4検討で考えると、はい、例えばカサディとかは、はい、僕は将来性があるんじゃないかなと思うわけですよ。ありますよ。で、うん、彼を残して、まあ、例えばパーマーみたいに、はい、その開花する場合もあるじゃないですか、うん、はいはいはい、でここで使うことによって開花させるのか、うん、それともギャラガーとかコルビルのように、うん、一旦プレミアの他のチームで経験を積んで、うん、そこで開花して結果を出して戻ってきてレギュラーという方がいいのか、うん、で笠谷さんのこの要検討っていうことは、うん、おそらく一旦出してみて戻した方がいいっていうことってことですよね。ローンです、ローンです、基本的にローン含めた検討です、うん、はい、残しておいて果たして、うん、場所あるかなと思ったので、確かにそうなんですよ、ね、とりあえず場数踏ました方がいいと思ったので、うん、それはアンドレ・サントスもそうですし、はい、ディエゴ・モレーナもそうなので、はいはい、ギルクリストはねこっちでお金にした方がいいのかな、どうなんだろうな、結構ね起用してるんですよ、人がいないん で、ね、うん、でも彼も両サイドバックも本職センターバックですけど、うん、両サイドできるから、うん、だから使い勝手それこそククレジャかギルクリストかどっちかは多分いないときついのかなっていう、そのどっちか選択するんだったら、うん、ククレジャか残すのククレジャかなって思ったりするんですけど、うん、きっとククレジャのお金になるんですよね、うん、あとおそらくチェルシーファンの皆さん、はい、多くこれご覧になったとして、はい、なんでウェゼレー・フォファナなんだよって思ってる方たくさんいらっしゃると思うんです。んで僕ウェゼレー・フォファナの解説やなんかと言っても、はい、高く評価してます、はい、ただ何せ怪我が多いので、うん、多すぎるので出してお金にした方がチェルシーのためなのかなと思ったんです。それで僕は放出しました。う、ね、うん、もうチェルシー云々よりもレスター時代から、うん、そうだよね、ちょっと出られてなかったんです、うんうんうん、でそこを僕いつも思うんですけど、うん、このデータベースで取ってるっていうじゃないですか、うん、で怪我についてはあまりこう入ってなかったのかどうなのかっていう、うんね、結構やっぱり怪我で離脱して、うん、多分ラビアとかもそうですけど、うんうん、フォファーナもそうですし、うん、結構みんな怪我のこれどっちなんですかね、その元々の体質なのか、やっぱチェルシーのちょっとそのあのフィジカルの部門の人たちのやり方が良くないのか、まあ、ガラッと変わっちゃってるのがあるからね、うん、はい、ただチェルシーで一番プレー強度の高いこの人怪我してないからね、そうですね、ギャラがね、だから普段の節制とかもあるかもしれないし、そうかもしれないですよね、うん、それにやっぱ怪我しないよ、しないですよね、うん、やっぱそういう今のこのご時世これだけ、うん、なんていうんですか、
過密日程になってくるから、うん、怪我への体制みたいなところの調査が実は一番重要なのかもしれないですよね。 はい、うん、それで考えるとあれですよね、例えばバディアシルもやっぱ怪我が長いですし、はい、あとチルベル、チルでも膝の専門家に見てもらってでも、ね、はい、大事に至らなくてよかったですね、はい、でジェームズ、うん、あとはチクエメカ、うん、エンクンク、この辺りはあとラビアですけど、うん、結構離脱が長いですから、うん、はい、そこをどう捉えるかとかもあるのかもしれないですけどね、うん、みんな若いので、若いですからね、うん、まだ慢性化する恐れはないと思うんですよね、うん、はい、うん、だからその辺踏まえると、うん、残しておいた方がいいのかなと思いつつ、うん、だから難しいですよ。だからこの辺を、この辺が実績のあるこういったところがどのぐらいで売れるかっていうのも出てくると思いますし、ずっとルカクはもうずっとローンじゃないですか、うん、はい、本来であればこうお金にできちゃうのが一番多分、うん、本人もチェルシーに戻ってくるつもりはないと思いますし、うん、お金にできるのがいいんでしょうし、ちょっとスターリンが最近サポーターとの関係性がうまくいっておらず、うん、そうね、なんか今シーズンの序盤、うん、中盤ぐらいまでおっと思いましたが、最近ちょっとパフォーマンス激落ち、ね、急速に落ちてるんで、ね、スターリングとルカクでトランスファーマーケットによると、はい、2人合わせて8500万ユーロ。あ、うん、なるほど、これね、また給与もすごい高いんで、うん、本人がそれを納得するかですよね。おそらく移籍するっていうことは給与が落ちるわけじゃないですか、うん、それにこの本人がうんと言うかどうかっていう、まあ給料、うん、だから維持して、うん、そういう風になるんだったらサウジ行くとか、そういうのしか、そうしかないですよね、うん、それを受け入れるかですよね、はい、うんうん、だから契約年数の問題もあるでしょうけど、うん、はい、そうですね、うん、あと一つブロヤに関してなんですけど、はい、今タイこういうタイプがいないじゃないですか、はいはい、つまり 9番タイプ、はいはいはい、で取ろうとしてるじゃないですか、うん、はい、今、うん、イケレスであったりとか、うん、トニーだったりとか、うん、でお金で取れないんだったら、うん、残しとかないとやばいのかもしれないっていう気はするんですよ、うん、ただ取るつもりなんですよね、うん、もうブレアは多分冬に出したってことはもう夏に取れるっていう前提のもと出してるんだろうなと思うんですけど、うん、ね、うん、どう、それを踏まえてのってことですよね、うん、でも危なっかしいけど一応これがね、もうちょっとメンタルがしっかりしてくればおそらく前の方で張ってくれるでしょ。そうですね、でもどちらかというと流れたいタイプですよね。でも裏抜けるとかこういうメンバーでやらなきゃいけなくて、はいはい、でまあ、パーマー、うんうん、ジャクソン、エンクンクっていうところが軸になるわけでしょ、うん、前の方は、うん、そうです ね、まあ、とりあえずムドリク確保にしましたけど、うん、そんなに長い目で見てないですよ。来シーズンもちょっとどうかだったらムドリクはちょっと、はい、お金かかってますけど、ムドリクでもちょっと復活してきたかなっていう気は、うん、あの狭いところ一瞬で抜けるスピードすごいけどね、うん、あとこの人はなんか面白いリズム持ってるんで、はい、うん、ウィングとして取ってる方が面白いかなと思います、ね、マデイケが多分ですね今一番、うん、まあその攻撃的な、まあ、ギャラガーを、まあ、中盤のミッドフィルダーというふうに考えるのであれば、あので、まあ、パーマはまあ別格ですけど、うん、はい、それに次ぐ今あのチェルシーでいい選手でもっと使った方がいいんじゃないかっていうのは結構マデイケが言われてまして、うん、ね、はい、うん、なんでマデイケ使わないんだっていうのもちょっとサポーターから、ポチェッティーノが非難される要因の一つっていうのは言われてるみたいですけどね、現地では。まあ、こっちの実績を買ってるんでしょう、うん、ね、うん、どうですかね、まあ、これからのシーズンの、まあ、例えばあの結果とか、はい、その人の活躍とかにもよって変わってくるんだと思うんですけど、チェルシーは最終節まで一応スケジュール確認してみましょうか、ね、今おそらく一つ FA カップのタイトル、はい、これを狙ってということになると思うんですけど、次が決勝で待ってます。次のマンチェスターシティです。決勝で待ってます。ね、はい、はい、ユナイテッドはコベントリーですね。はい、はあ、こんなこと言っても足すくわれたりしてない。分かんないです。どうなるかね、こればっかりは、うん、というところですけど、結構あの大変なゲームは残ってますね。あのプレミアでもトッテナム戦は延期になりましたが、延期分があるし、ユナイテッド、あるいは、アーセナル、アストンビラ、ウェストハム、こういうところもまだ残ってるっていうところですよね。またね、その時期ちょうど5月11日ノッティンガフォレストとかはこの残留争いの、そう、ね、真っ只中で結構そういう、やっぱ残留争いのチームと最後の方は結構きついんですよね。うん、あ、24、28、あ、21からやだね、うん、はい、シティ・アーサナル・ミラか、あれきついな、うん、うん、加藤さん、純粋にですよね、これ
一応いい選手取って、はい、みんな確かにこう怪我なく稼働してくれたら素晴らしいチームになりそうな感じはするじゃないですか、こう立って見て、はいはい、うん、でもそういかないのがまたフットボールの難しさであり、うん、面白さだと思うんですけど、まあ、あのよく言うことなんですけど、はい、こういう困った時にあの頼んで、はい、すぐ答え出してくれるのはアンチェロッティなんですけど、そういうわけにはいかないですし、ですね、アンチェロッティ一回出しちゃってるし、はい、しかも戻る気になるでしょうから、はいはい、ね、まあ、あの時はアブラモビッチですけど、はい、うん、まあ、そうですね、受ける方も難しいと思いますし、うんうん、ここも、まあ、野心家を連れてきた方がいい、トゥヘルみたいなタイプで失敗してるんで、うん、ポチェッティーノがなかなかうまくいかないんだったら、ちょっとその辺で、さっきの丸君言ったみたいに、監督起用の目線を変える必要があるかもしれないですね。うん、はい、うん、本来はね、なんかおそらくこういうメンバーを若手にシフトすることによって、ポッターを連れてきて、うん、彼らと一緒に新しいチームを作っていこうっていう方向性だったと思うんですけど、すぐに頓挫してしまって、うん、これが一旦、ね、またトゥヘルでみたいな感じになって、うん、まあ、ポッターの時勝率が上がらなかったですからね、うん、ランパードに頑張ってもらってみたいなところもありましたが、うん、で、まあね、実際、ね、これが誰を残すのかどうかっていうのはまた夏ね、はい、蓋を開けてみないとわからないですけど、はい、うん、まあ、ベースとしてはおそらくみんなサポーターもそうですし、スポーツ目線で考えるとこういった選手を残したい、うん、だけどどうなるのかっていうところですかね、うんうん、で残念ながらチェルシーの経済事情はちょっと切迫してるぞっていうのは間違いなさそうです。はい、これも現実ですからね、うん、現実から目を背けるわけにいかないので、うん、この現実の中でどう振る舞っていかなければいけないのかということもちょっとサポーターとしては考えていかなければね、うん、まあ、確かにこうダメだダメだっていう気持ちは分かりますけど、うん、現実問題でもお金ないからしょうがないよねって言われちゃったら、うん、いやそうですよねってなりますからね。だからね、僕はあくまでも戦力考えて、うん、はい、デメリット、はい、メリットデメリット考えてこういうメンバーになってますけど、はいはい、だから今ご覧になっている皆さんは、うん、それプラスお金まで考えて、うん、メリットデメリットか踏まえてでもなるとそうじゃねえだろうっていう意見が出て当然なので、うんうん、ね、はい、そういったご意見が、うん、終わりの場合は書き込んでいただければ、はい、目は通します。これね、健全に経営がうまくいってれば、うん、お金云々は言わなくて、うん、よかったんですけど、ね、そこがだからやっぱりそういううまくいっているチームが本来であれば、うん、やっぱり安定していて強い、そこに違反があると大変なことになるっていう、ね、はい、そうですね、ことになってくるかもしれないですね、はい、こういう企画をシティでやらないことを言いますわそうですね、いやどうなんですかね、あれがもう本当に違反だのか違反じゃないのかで世界のフットボールとかプレミアリーグ全体が大きく何か変わるとかガラッと変わりますよ、どういう最低出るか分かんないけど、ちなみにチェルシーはこれはあくまで直近の額の話であって、4月初旬の段階、うん、であって、はい、あとこれとはまた別件で、いくつもの、うん、違反の、うん、はい、疑惑というかかかっていて精査中でもあるというところはマンチェスターシティとちょっと似たような立場ではございます、うん、ということだけちょっと付け加えておきます。はい、ちょっとこんなところでよろしいですか。そうですね、はい、はい、ということでございます。ちょっと長くなってしまいましたか。はい、あ、すいません、喋りすぎました、すいません、ありがとうございました。じゃあ今日もいいですかね、この辺。いいですか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。